だからそのために第一段階としてはクライアント周りのまあ雑用というか信頼獲得のフェーズとしてね、信頼獲得の場面として労働収入っていう形でクライアントのお手伝いして仕事を成果出してもらって収益を上げてもらう。そしたらその中で相性が良ければ関係性も上がるので当然フィーも上がってくるっていうことです。なので普通にやれば3年ぐらいあればこのぐらいの域には達成します。3年ぐらいやらこんなイメージつくでしょ。これぐらいはできるわけです。だから実際セールスライダーってお仕事めちゃくちゃ稼げます。だって世の中でこれね、月90万だとしても年収だと1080万いくので、まあまあの収入ですね。なんでまあどうかな、上場企業の部長クラスですよね。1000万ぐらいいきゃね、製薬会社の係長とか課長ぐらいかな、あみたいな話ですね。まあ、ちなみに製薬会社さんって地獄の営業が待ってるので、製薬会社出身の方ってなんか誰かいなかったかな、製薬会社で働いててよって、もう所属してないのかな。製薬会社にいた人ってセールスライダーになろうとして、なんで辞めるんですかって言ったんですよ。めっちゃ稼げるんですよ製薬会社の営業さんってね。ただあのお医者さんの犬みたいになるんですけど、こういう表現良くないですね。動画撮ってるから言えることが少ないぜまあまあまあ本当に僕いろんな業界の裏側とかいろんな仕事の仕方とか本当にいろいろ知ってるんですけれども、そのセールスライターって本当に好きな人を選ぶことができます。そして好きな場所好きな時間で働くことできますから、3年しっかりね、その急ぐからこんな収入にならないだけでね、あと雑用とかを嫌うからこんな収入にならないですよ。コピーちょろっと書いて家でほっといても売れ続けるなんてないですよ残念ながら。いやまあスーパースターなんてあるかもしれないですけど、ないと思った方がいいですよ。だって実際まあ別に彼らものすごく稼いでますけど、皆さんの知ってるね、まあ例えば大学出版の皆さんもものすごいコピー書いてます。たくさんたくさんコピー書かれてます。まあなんで書くかというと楽しいからですよ。僕もコピー書くっていうか、まあ結構ねビッグアイデア作るの好きなのでたくさん書いてますけど、なんで簡単にこれぐらいの収入はいきます。3年間やればね、そういうそのだから見てる世界がそのコピー書いてコピーが勝手に売り上げ上げてくれてみたいな世界を見てるからたどり着かないんですよね。ありますよ、その世界あるんだけど、それっていうのはこういったことを繰り返してきたりとか、この人前で喋るようなスキルとかを手に入れたりとか有名になるっていう結果そういう世界があります。